sorry for the times I forget what it was like living life like a silhouette, tracing the lines and ignore what's inside till you came into my life. Sometimes I see it all so clear. You are the reason. Hey, ぽいてよチャンネル、ママです。こんばんみ。いや、やっちゃいましたね。やっちゃいました動画ですよ、これ。ママさん、やっちゃったんかな。やっちゃったとは思ってない。なんすか、その目の前にあるやつ。これはあのキャンプオーパーツさんのテント暖炉です。バイオエタノール暖炉。パセコあるじゃないですか。パセコちゃんが。パセコあったかい。買ったばっかりっすよ、パセコちゃん。これはもう完全に観賞用なんですよ。観賞用の値段じゃねえ。いやでもこれって、まあ、キャンプ用暖炉って言うけど家でも使えるんですよ。確かに確かに。だから、まあ、見てもらって分かるように。分からんか。あのバイオエタノールを使うんで一酸化炭素出ないんですよ。しないですよね。テント締め切った状態でつけっぱなしにしとっても、そう、死なないんですよね。死なない。だからすすが出ない、うん、あのパセコだと換気いるじゃないですか。死にません。だからまあみんなが起きてて寒い時に使うやん、換気しながら。でちょっと寝る前にテントを締め切ってしっぽりちょっと飲むよう、安心安全に。そう、まあ焚き火めいたものを楽しめる。そう、火の揺らめきを見ながらあったかい空間でしっぽりいけると。そう。最高ちゃいます、ね、しかもここにねちょっとあのまあ五徳的な感じあるんやけど、そんなに温まれへんらしいねんけども、あのシェラカップとか、まあ、保温、そう、保温用にこう置いて飲めるということで、ホットワイン、あの私的には衝動買い、初めての衝動買い。えぐいで、ハモさん超えてきたかな。ハモさんは超えられへん。これはね衝動買いじゃないんですよ。ちゃんとそこにパパさんがおったから、一人で決めたわけじゃないから。ほぼ独壇場やから。いやでもあの何やろ、火の揺らめき見せられたらほんまにあの見ながらこう、ね、納得していただける。そう、じゃあもうちょっと実際つけてみてもよろしいでしょうか。ちょっとつけてみていい。うん、もうさ、もうぜひつけてください。本当にちょっと初めて自分でつけてみていい。皆さんに見ていただきましょう、このママさん本当にいるのかどうかって。見てください、この息白い。寒いかな。ちょっと温まっていいかな。ゴールデンウィークめっちゃ寒い。めっちゃ寒い。白なってもでもない。ちょっと乗ってきてよかった。でもちょっと初火入れといきましょう。まずはまずね、このね燃料がバイオエタノールで、これ1リットルにつき約1時間、はい、火が持つと。完全燃やしきりやから。そうそうそう、あの計算して入れてねっていう話ですよね。そうだから、まあ今回、まあ、1時間とりあえずあの試しなんで1リットル入れていきます。はい、これが専用錠、長いけど、まあこれでその綿に湿らしていくんやな。そうです、バーッと。はい、これ気持ち悪い。なんか入れるとき初心者やから、私が下手くそなんか知らんけど、ちょっとこぼれて。結構こぼれてる。ちょっとだけな、こぼれてた。手にあのついたけど、バイオエタノールって臭くないから
全然大丈夫。焚き火臭もつかないですよね。そう、テントにも匂いつかへんから、めっちゃおすすめ。はい、じゃあじゃあつけていきましょう。じゃあつけてくださいよ。はい、つけちゃいましょう。今横からのつけよう思ったらアッソも入れへんかったから上からつけていい。いやー、外さんいりますね。外やね、こういう時は。外っすよ、外さんや。これあるから持ってきてなかったよ。あ、もうごっついもんね、ここが。カンって当たったわ。オッケー、上からいきましょう。はい、シャカメカファイヤー。ついたついた。どうですかこの揺らめきを。これまだあの火が青いやんか、うん、でもだんだん馴染むにつれて赤くなっていくから、その時がもうエモい最高潮に達すんや。めっちゃあったかい。ほんでもうすでにあったかい。ぼちもね、あったかくなっていくから。まあそうですね。そう、まあ今日使って来週どうなるかなぐらいやけど、まあ来季の冬に向けて楽しみやなって、うん、バイオエタノール開始の見えるっていう。そうそう、なので今回パイティアオに仲間入りしたギアです。可愛いでしょ。キャンプオーパーツ、キャンプオーパーツさんのテント暖炉。テント暖炉ガチの買いましたね。もうおこもりキャンプになってまうんちゃうかな。なってまうな、これは。確かに、うん、やばということで、はい、はい、今回の動画はしっぽりしてくださいよ。はい、しっぽり、はい、どうぞ。ちょっと火なくなってきてるけど、あ、まあ、まだ次出したらいい話やからね。しっぽりしっぽり、今夜はしっぽりと飲みますわ。ママさんの購入したキャンプギア紹介動画です。衝動買いではない。衝動買い動画。衝動買いではない。衝動買い動画はもうシリーズ化せんとってない。いや、もうしない、もうないないない。もう一個あるんですけどね、衝動買いしたやつね。ない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 。それもまたあの次回あの動画の方であのちょっと言うな言うな、報告させていただきます。みんなまで言うな。はい、最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。マイディアチャンネル、ママでした。